箴言の23の17、はい、あなたは心の内で罪人を妬んではならない、ただ死をいつも恐れてよ。じゃあ私たちは罪人だけじゃ、まあどんな人でもです。私たちは全ての人、まあでも私たちみんな罪人ですから、全ての人をですね、心の中でも妬んではならないと、ただ死をいつも恐れていなさいと。そして第一コリントの13章の4節、結婚式の時聞いたことあると思います。第一コリントの13章の4節一緒に読んでいきましょう。第一コリント13の4、はい、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。アメン。ある先生が第一コリント13章の4節、5節あたりを本当に心から実践したら教会リバイバルしますよ、でそういうふうにですね、書いてあった本があるんですね。皆さん、最近愛について4回目ですけども、愛を実践されているでしょうか。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。人を妬まないと。今日のテーマは愛は妬みませんっていうところですけども、今日一人一人が妬みの心から完全に自由にされることを祝福したいと思います。神様は一人一人に解決を与えてくださることを祝福します。もうこれが答えみたいな感じですけど、まず第一番目、妬みの対処法は愛です。アメン。例えばヤコブとエサウ、まあ、エサウが長男でヤコブが弟だったわけです。神様の祝福がですね、イサクからその長子の権利っていうものを授かる。お兄さんエサウがそれを授かることになったんです。お兄さんばかり祝福されて、なぜ私を祝福してくださらないんだろう、まあいろんな思いがあったんですけども、その中には妬みの心もあったでしょう。カインとアベル、なぜアベルの捧げ物だけ神様を喜んで受け入れてくれて、私の捧げ物は礼拝は引き受けて受け取ってくださらなかったのか。そういう、まあ、兄弟同士でさまざまなことを比べて妬みが生じて、カインとアベルに関しては初めての人類最初の殺人事件というのが兄弟の中で行われたんです。本当に大変なことです。その発端となったのは人の中にある妬みの心です。私たちは自分よりも、例えば友達が恵まれたり、まあ身近なところで言ったら、まあ、夫が恵まれたり妻が恵まれたりして妬むことありますか、夫や妻に。まあそういうことはあまりないかもしれませんけども、でも中にはあるかもしれませんよ。例えばそうですね、もう妻がもう本当に聖霊充満されてですね、わあ私はなんか全然聖霊様の働きとかよくわからないという時に、何かその妬む心、まあ、そういう心を持っている人はいないかもしれませんけども、また例えば身近な家族であったり、あなたの隣の人が祝福されたり恵まれたりする時に、私たちが心からそのことを祝福できない場合はですね、それは私たちの中にこの妬みの思いがあるかもしれません。ヤコブもお兄さんエサウだけが祝福されることが許されなかった、許せなかった。なぜですか。今日はちょっとあの僕のメッセージのメモがそのまま残ってますけども、妬みっていうのはギリシャ語ではゼロスって言います。実はこの妬みっていうその言葉の中に熱心っていう言葉があるんです。昨日は実はその
24時間の祈りがされたんですね。礼拝がされて、最後はもうファイヤーだったわけです。聖霊の火を求めて、もうイエス様をに忌み嫌われるものは全て焼き尽くされて、イエス様を愛するその心で情熱でパッションで燃やされますように。皆さん、パッションありますか？アメン。パッションフルーツじゃないですよ。パッションはとても大切なんですよ。アメン。情熱というものです。これは神様が与えてくださるものです。アメン。もう人生にやる気、元気、根気がなくなってしまったら、ああもうただ惰性だけで、ああ今日も仕事だ、ああ今日もある人は礼拝だ、ああ今日もご飯作らないといけない、なぜ私は夫のためにご飯作らないといけないんだ、今日もバイトだ、もう何でもバイト行かないといけないのか、こんな夜中に行って夜中にバイトしてる人たちもいますけど、あー、なんかバイトだ、もう聖書もう一生だ、もうやる気がなくなって情熱が生まれて、ロボ伝道、ロボ伝道なんかそんな言ったらもう人々に何て思われるのか。皆さん、一人の魂に対する情熱が生まれてしまったら、本当にそれは残念なことです。ね、さっきケイさんがいろんな話をしてくれて、すみません、僕は半分ぐらいは理解できたんですけど、半分ぐらいちょっと分からなかったんですが、でも本を借りたんですね。で、そのユダヤ人の、人たちがどのように歩んでるかっていうですね、本を借りてちょっと勉強したいと思いますけども、ケイさんのところも子供たちがたくさんいますよね。子育ても、もうどうしよう、おむつ変えないといけない、ご飯あげないといけない。私たちがもしその子育てについても仕事についても、また例えば夫や妻に仕える愛していくことについても、パッションが失われていったら、もうそれは本当に大変ですよ。お金があっても、家があっても、車があっても、全てがあったとしても、この情熱っていうものが奪われてしまったら、それは大変なんです。勉強もそうです。先ほどケンさんのシェアの中で、その神様に献身したらいいですよっていうシェアもあったと思うんですけども、例えば牧師が献身して情熱を失ってしまったら、牧会に対しての本当にそのやる気、元気、根気が奪われていってしまうんです。皆さん、生きている目的、それは神様の栄光のためです。神様の御心がなされるためです。でも何のために勉強してるのか、何のためにバイトしてるのか、何のためにこのご飯作っているのか、なんで子供にご飯あげないといけないのか、なんで夫にご飯用意しないといけないのか、そのふうに思ってる人はいないと思いますけども、でも私たちにその情熱が奪われた時に、もう本当にこの失望と、そして前に進むことができない、何か私たちの体に重りがついたかのように、重たい荷物を背負っていかないといけない。人生に疲れていませんか？大丈夫ですか？私たちは人生に失望して疲れることがあります。でもそれを認めることが大事です。疲れて重荷を負っている人は私のところに来なさい、私はあなたを休ませてあげる。疲れることがあってもいいです。倒されることがあってもいいです。その時私たちはイエス様のもとに行きましょう。でも聖書は勤勉で怠らず、霊に燃え死に使えよと。私たちのうちに燃えるものがなくなってしまう時に、なんでやらないといけないんだろう、なんで愛さないといけないんだろう、なんで伝道しないといけないんだろう、そのような思いになることもあるかもしれません。ですから情熱、パッションというのはとても重要なんですね。ミッションのためにはパッションが本当に必要なんです。しかしこの妬みという言葉の中にも熱心さという意味が含まれるんです。もし私たちが神様のその神による情熱や熱心さというものを持たなければ、
自分の熱心さではその熱心が空回りしてしまう。そしてその後どうなるかというと妬みの心に変えられるんです。なんと熱心さっていうのはちょっと間違えると妬みになってしまうんです。どういうことかっていうと、例えば自分よりも、皆さんの身近、すいません、筋肉ネタばっかりだと皆さんがちょっと落ち込むかもしれない、落ち込まないんですけど、またかと思うかもしれないので、あれですけど、例えば、皆さんよりも同じクラスの中で自分よりも成績がいい人、勉強ができる人、いたらどうでしょう。僕らが中学校の時、高校の時は全部順位が出てたんですよ。でも今は隠れてるかもしれませんけども、もう全部順位が出てですね、時々は、上位の何十番ぐらいまでの人はなんかもう全部張り出されるわけですね。すごいですよね。それで、ああ自分はもう下から何番目だとかですね、そういう時落ち込むかもしれません。でもある時たまたま当てつっこでやったやつがいい点取ってしまって、僕も何度かありますよ。乗っちゃったみたいな。え十何番みたいな。本当みたいな。すごい嬉しくなったりするんですね。でも例えば、いつも私が1番だった場合、2番になってしまったらですね、すごくですね、なんかイライラしてきてしまうんです。その自分が2番であることも喜べなくなってしまう。仕事もそうです。本当にあの人いつもなんか上司に認められてなんかすごいなと、なんかいつも自分は頑張ってるけども評価されない、いつも2番手だ3番手だと、自分よりもいつも先に進んで、またはひょっとしたら自分よりも年が若い人が先にこの昇進していく、また部下だったのに自分の上司になってしまうようなこともあるかもしれません。その時に人っていうのはその人と比べて頑張るんです。わあ、あの人よりもいい準備になろう。もちろんこの世の中のオリンピックを目指しているアスリートはそういうもう頑張りと努力で金メダルまで押し上がっていくんでしょう。しかしこの情熱っていうのはちょっと間違えると妬みに変わってしまう。自分の頑張りや努力だけでそれで押し上がっていこうとするときに、もし自分が2番3番になってしまったら、もうあの人より自分は劣っていると、そのように妬みに変わってしまうんです。熱心さが神に向かえばそれは素晴らしいことです。でも礼拝でも祈りでも何でもする、あの人40日断食3回もやってるから私はまだ1回しかやってないから4回やろうとかですね、そういう動機じゃいけないです。あの人徹夜祈祷週に4回やってるから私は5回やろうとか、そういうことでもないです。皆さん知ってますか、隣のお家がリフォームするとその隣のお家もリフォームするそうなんです。隣の家が庭をきれいにすると、あ、うちも庭をきれいにしなきゃって。私たちはいつも隣の人とや近くの人と比べ合って生きてるんですよね。わ、あのお家があんな風にきれいにしたから私のお家もきれいにしないといけないみたいな。熱心さが神に向かえばいいんですけども、その熱心さが人に向かうときに、その熱心さが自分自身を滅ぼすことになるんですよ。これは聖書の言葉ではないんですけども、隣の貧乏鴨の味っていうですね、そういうあの言葉があるんですね。時々私たちは誰かが不幸になった時に他人の不幸を私たちは願うことはないと思うんですけれども、皆さんね、でも他人が不幸になった時になんかちょっと私しその人よりも幸せかもって安心して幸せを感じる。
隣の家が貧乏だとまるで美味しいカモでも食べているかのようないい気分になるっていう意味で、それが隣の貧乏カモの味っていうですね意味なんですね。これ実は星野富弘さんっていう方が実際に体験したそうです。星野富弘さんは首の骨折れたんです。体育の先生だったけども釣り輪をしている時にパッ落ちて首の骨折ってしまって全身が首から下が不随になってしまったんですね。僕は群馬のお家まで行かせていただいて星野富弘美術館もですね行かせていただいて、その前で、歌ったこともあるんですけども、最初クリスチャンになる前はもう本当にこの周りが先に退院していったりするとですねすごくイライラしたそうです。なんで自分はもう寝たきりの状態なのにあの隣の人は重たい骨折や病気から回復して退院するんだろうと。である時自分よりも重たい症状の人が入院してきた時になんかほっとして、あ、ちょっと自分が幸せになる。でもその入院生活の中でそういう自分自身の小さな心に気づいたように気づくようになったそうです。自分よりも早くなって退院する、その時に私の心の奥底になんか妬みが生じることに気づいたそうです。なんで自分は小さいやつなんだって富野さんは思ったそうです。その後富野さんもイエス様に出会って変えられていったんですけれども、皆さん私の中にもひょっとしたら小さな妬みがあるかもしれません。心の中でも妬んではいけない、もちろん口に出してもいけないんですけども、あなたは心の内で罪人を妬んではならない、ただ主をいつも恐れていなさいと。そして今日読んだ御言葉で第一コリント13章4節は、愛は人を妬まないと。私の中に隠れている妬みに対する対処処方薬は愛であることを感謝します。あえてこのちょっと今回心理学的な考察ということを見れましたけども、嫉妬するということは自分の持っていないものも人が持っていると感じてしまう。でもそれは心理学的には本当は自分もできるはずなのに、自分も持っていたのに、自分も持つことができるのに、自分もできるはずなのにという裏返しだそうです。それが発揮できない、他の人が発揮してしまう、自分も本当はできるはずなのに発揮できるはずなのにできないと、他の人がそれをやってしまうと妬みに変わってしまう。これは心理学的な妬みの、メカニズムだそうです。ですから嫉妬してしまうというのは自分がもっとできるのに、自分はもっとこうであるはずなのにという、傲慢とかですね、そういった思いの裏返しでもある。これは聖書が言っているというか心理学的なですね考え方です。でも心理学の人たちはそれを自分の原動力にしましょうと、嫉妬心を自分の成長の原動力にしましょうというのが心理学的な考え方です。でも聖書は愛は人を妬みませんと書いてあります。そこは大きな違いです。だから私は本当100点なのに、そうじゃない自分を見た時にですね、なんで私は100点じゃないんだろうと、できてないというところに目を留めてしまうんですね。でも皆さん、私たちはそもそも100点はイエス様なんです。アメン。私は100点ではなかったんです。アメン。価値ある存在として創造されたんですけれども、 100% ジーザスなんです。アメン。ブラジルのサッカー選手たちが 100% ジーザス、日韓ワールドカップの時に優勝した時に、それを今はそういうパフォーマンス、宗教的なパフォーマンスはオリンピックなどでは、ワールドカップでも基本的には禁止されているので、多分あんまりしないと思いますけども、多くのクリスチャンがいて、バッとユニフォームを脱いだら 100% ジーザス、ジェズーズ書いてあった。
このワールドカップも金メダルもこのゴールも全部イエス様のおかげです。私はゼロです。私が 10% でイエス様 90% でもない。私が 80% で80点でイエス様20点ではない。私は0点かもしれないけども、イエス様が100点。だから私は100点です。そういう信仰です。私は0だけども、イエス様が100。でも心理学は、その、まあ、妬みっていうか、それを原動力にして頑張りましょうというわけです。で、私たちはそもそも人と比べること自体が自分中心という罪であることを認めなければなりません。皆さん、自分と自分の妻と隣の人の妻を比べることは、これは良いことですか？これは聖書では罪と言ってるんです。これはなんと10回にも反するようなことです。あの夫いいな、あの夫、もう参考って知らないですよね、まあ、いや、もうね、高収入で背も高くてですね、あと何でしたっけ、高学歴で高収入で 高身長で、まあいいな、あの人みたいな私の夫だったら、あの人みたいな私の妻だったらと。皆さん、それは聖書では罪だと言ってるんです。それはなんと10回に書いてあります。隣人の家のものも妻も欲しがってはならない。いいなと思う時点でそれを比べていることでもありますし、まあ欲しがってる時点でそれは皆さん聖霊様が喜ばないことなんです。今与えられているもので私たちは満足しなければなりません。今与えられている出会いに感謝しなければなりません。皆さん、本当に私の中にも妬みが生じるときあるんです。例えばしょうもないことで言えば、ジムに行ったときに、あの人自分よりも大きな筋肉があるなとか、あ、ゆうじ君の方が体がごついなとか、さすがラガーマンだなで、一瞬その腕がやっぱり太く見えるわけなんですね。そういったやつね、あ、太く見えるな、前は痩せてることの方がよく見えたんですけども、今は体が大きい人を見るとちょっと嫉妬心が湧いてきますね。前は痩せてる人を見ると、あ、痩せてていいな、今は違うんですよ、あのちょっと腕太いなとか、あ、肩が大きいな、もう肩がメロンみたいになってる人がいるんですね。肩がメロンって言うんですけども、知らないですよね。まあ、ボディビルダーの間ではそう言って言うの、肩がメロンって、それは褒め言葉なんですね。冷蔵庫みたいとか言ったんですね、それも褒め言葉なんですね。こういう、カチカチだっていうことですね。すいません、全然もう流してください。これはね、やっぱりでも自分の中にもそういうのがあるんですよ。ね、もうアレックスみたいな、もうね、プロのアスリートがやってる、うわすごい太ももですねって、もうその足に目がいってしまう。皆さん、これもやはり厳密に言えば罪なんです。比べてしまって、そして何かいいな、いいな、欲しがってしまう。その熱心さによって筋肉を鍛えるんだったら、その筋トレも虚しくなってしまいます。比較の中で、でも例えば牧師であったら、あの教会すごいな、素晴らしい音響の何か照明があって、何かこの本当に、ライブハウスみたいになっていて、わあすごいな。またはある人は、あの韓国みたいな大理石の教会、すごい、もう荘厳だ、そして素晴らしい会話だな、また素晴らしい人たちに囲まれて、いやー牧会が成功してすごいな。皆さん、これも牧師がよくやりがちな罪なんです。嫉妬心なんです。値段ではならないって知ってるけども、知らないうちに牧師であってもクリスチャンであっても妬むことがあるんですね。あの人熱心に祈ってるな、それだけで妬む心がやってきてしまう。
自分は本当はできるのに、自分は本当は100点なのにという裏返しなんです、妬みっていうのは。そこには高慢があったり、または欲しがるという人と比べてしまう罪が隠れています。劣等感も、これは心理学でも言われていることです。優越感の裏返しです。優越感ある人はそれをちょっと裏返したら劣等感もあります。でももう一つ言いますけど、私の中に隠れている妬みに対する対処法は愛です。神様の愛に満たされるときに、全ての妬む心から私たちは自由にされていくんです。そういう人はどれだけ祝福されたとしても、どれだけ先に進んでいったとしても、そのことを喜ぶことができるようになるんです。最初はその人の筋肉を見たときに、うわーっと思うかもしれない。でも大丈夫、私は私のペースでやっていくんだ、それでいいじゃないですか。もう皆さん全然比較してないから、全くそういうことで妬まないと思いますけどね、筋肉、体が大きいか小さいかって全く。でも私たちの中に、皆さんの中にも、私とは違うところで何か違う領域であるかもしれません。というか、ない人はいないと思うんです。みんなが比較の中で生きてきた。小さい頃から比較されて生きてきた。小さい頃からお兄さんや弟と比べて、この比べられて評価されてきた。あなたはできるから、あなたはできないねって言われてきたら、もう妬む心、もうある人は見返してやろうって言って頑張った人もいるかもしれない。もちろん私たちは、まあ、隣の貧乏鴨の足みたいな、そんなことはもちろん皆さん、これは私が喜ばれることではないです。隣の人がもし苦しんでいたら、苦しんでいたら私たちはその人のために乗らないといけないです。隣の人が不幸にあった時に、ああほらやっぱり不幸にあったじゃないって、それも違いますよね。あ、私は守られてる、あ、私はまあまあ平安の歩んでるから、あ、よかったみたいな。皆さん、それは主が喜ばれる愛の姿ではありません。仏教にですね、煩悩という言葉があります。これは本能とか欲求なんですけど、これはちょっとあえて今回、すみません、仏教のことを少し調べてみたんですけども、例えば食べたいとか寝たいとか成長したい、これはこういう欲求はもちろんあると思います、誰でも。でも仏教の場合は、なんとその中に妬みとか嫉みとか恨みの心、そういったものも同列で含まれているそうです。例えば食べたい、あ、お腹空いたから食べたい、あ、てぺ先生のメッセージがちょっと短くなるってさっき言ってたけれども、やっぱり長くなってきた、あ、早く終わってみんなと喋りたいとかですね、食べたい、勉強したい、成長したい、寝たい、そういう欲求と、仏教では妬み、恨み、嫉み、恨みの心、憎しみ、それは同列なんです。みんなそれを持ってるから、死ぬまでこの煩悩はなくならないというのが仏教的な考え方です。煩悩があるからこそ、罪があるからこそ、欲求があるからこそ人間なんだ。だからあたかも世の中でも妬むことが、またジェラシーを抱くことが、それは普通のことだと言わんばかりの映画やドラマもあるでしょう。もうランボーといえば怒りのイメージ、リベンジのイメージ、もう皆さんの時代はランボー知らないと思いますけど、ランボー、怒りのアフガンか忘れましたけども、もうなんか復讐することがリベンジすることがもう当たり前なような、それがまた美しく描かれる場合もあります。死んでいくまで変わらない、でも心理学と仏教と共通点がありました。僕も調べてびっくりしたんですけども、
その妬む心とか憎しみの心を原動力にしましょうって言われたんです。はあ、なるほど。これは心理学や仏教と大きな違い、聖書にあるなと思ったんです。聖書は愛は人を妬まない。妬んだままでもいいよ、憎しんだままでもいいよとは言わない。心理学も仏教も、もちろんいろんな心理学があるので、キリスト教の心理学もまた違うかもしれませんけども、一つの共通点は妬む心とか競争心とか、そういう心を原動力にしてあなたの素晴らしいゴールに変えてくださいって言うんです。煩悩は本能は欲求はなくならないから、それを原動力に努力してこの世の中を乗り越えていきましょう。皆さん、聖書は私たちが愛に満たされるときに怒りや妬みやそねみから、傲慢から自由にされるんです。それが聖書の教えです。それが、まあ、世の中の心理学や、またその心理学が全部悪いって言ってるわけじゃないです。キリスト教系の心理学やいいものもあると思います。また厳密にその私たちの心のことを、そのメカニズムを教えてくれるのが心理学です。ちょっと仏教の話ができたのであれですけど、今度10月31日に仏教というテーマで、ティッシュの先生が晴れ写真は来られないんですけども、リモートで集会をします。で、まあ、TCU の先生、まあ、だから四国88箇所のこと、仏教のことを私たちあんまり知らないと思うんです。でそのことを、まあ、学んでは仏教はいいなということを学ぶわけじゃなくて、そのことを学んで、まあ、そこにいかにキリストの福音の光を照らしていくのかということが一つの課題なんですけども、まあ、そういったことを学ぶんですね。まあ、昨日も例えば取りなしのことで長澤先生のお母さんがですねおっしゃってたんですけども、やはり日本のことですね、私たちはなぜ知るのか、その知る理由は取りなしに祈るためだということですね。取りなしに祈るためには、もちろんその日本のことや日本人のことも知らなければならないということも言ってました。もちろんそれをただ研究するだけになってしまったら、ただ私たちの知識が満足するだけになってしまいます。私たちが学ぶ理由はこの四国を、日本を勝ち取っていくためです。取り出し祈るためのに、まあ、学ぶこと、もちろんだから取り出し祈る心がない方は控えていただきたいなと思うんですね。もし祈っていきたい、この四国を勝ち取っていきたいという方は、その仏教についてですね学ぶ機会もあってもいいかな、まあ、クリスチャンの先生が教えてくださるので。でも今日僕はこの煩悩ということを少し調べたんですけども、あ、これは違うなと思ったんですよ。食べたい、寝たい、成長したい、やってきて、頑張ってやってきたい、あ、その食べたい、寝たいというその欲求と妬みやそねみが同じ煩悩として数えられていて、それは人間はもう絶対拭えないから、死ぬまでそれはもう付き合わないといけないから、頑張って努力してやっていきましょうという教えだったんです。でも聖書は愛は人を妬まないと。私たちは今日そのことを覚えたいと思います。神様の愛に満たされるときに、怒りとか妬みとかそねみから自由にされるという世界があるんです。人と比べなくてもいいんです。神様があなたを認めてくださっている、そういう世界があるんです。もちろん私たちは人の不幸を願うことも、それも恐ろしいことです。決して人の不幸を願ってはいけません。人が祝福されるように祈っていきましょう。このように言ってました、仏教の方がですね、人と比べること、また妬みをなくすことはできない。人と比べることと妬みをなくすことはできないので、もっと努力しましょう。自分自身を向上させるご縁としましょうという教えです。びっくりしました。その妬む心そのものも喜んでいきましょう。それが仏教でした。びっくりしました。
妬む心も怒る心も人間ですから喜んでいきましょう。皆さん、これは聖書では言っていません。何回も言います。愛は人を妬みません。神様の愛は人を妬みません。自分には無理と感じますか？でも私たちはその考えを捨てて今日決断したいと思います。私たちは神に愛されているものです。よく昔180度っていう歌を中先生たちが歌っていました。180度変わるって。そうです。私たちはイエス様に出会った時に全く違う人生を送ることができるんです。愛せなかった人を愛するように変えられるんです。いつも妬んでいたけども人々を祝福できる人に変えられるんです。人と比べて落ち込んだり高ぶったりその繰り返しをしていたのが人々を本当に比べないでその人を祝福する人へと変えられていくことができるんです。だから要は自分は愛されてるんだという信仰です。イエス様に愛されてるんだという信仰ぜひ持ってください。妬みの対処法は愛です。二つ目、妬んでる時には死を正しく理解できません。私たちが誰かを妬んでるってことは神様の姿を正しく理解してない状態です。自分が主に愛され神に愛されているのであれば聖霊に満たされているのであれば神の愛で充満されているのであればもう人を妬んでいるそういう暇というかそういう隙がなくなっていきます。聖書は妬んでいるとき私たちは死を恐れていないことを知るんです。私たちはいつもただ死を恐れていようと、あなたの心で妬んではならない。ただ死をいつも恐れていよう。もちろん罪人が死への中には多くあります。悪い人が栄えて罪人が祝福されてうまくいってるのを見て心の中でも妬んではならないとアサフの賛美の中にもあります。でもアサフは今日の朝も詩編で読んだんですけども聖書に行くときに悟りがやってきたんです。私たちは人に向かっていくのではなくて人と比べる道を歩むのではなくて人にどう思われるかっていう道を歩むのではなくて私たちが行かなければならないのは聖書なんです。聖書に入ってくるんです。聖書に入るときに悟りがやってくるんです。アサフの場合はあ、彼らの最後は滅びではあるという悟りを得たんですけども私たちは妬む前に死を褒めたたえるんです。妬む前に死を恐れるんです。主があなたをあなたとして置いたことを否定することになるんですよ。私たちが主を恐れないで人々を妬むんであれば主があなたをこの世にデザインしあなたをこの場所に置いたということを否定してしまうことになります。死を恐れていないと自分が歩む道もわからなくなります。主が用意してくださった道もわからなくなってしまいます。すべての妬みから自由にされましょう。神様を理解するときに私たちは死を恐れるときに全ての妬みから自由にされます。悪い者たちももちろん私たちは妬んでもいけません。彼らと共にいることを望んではならない。箴言にはその友達をやはり選ばないといけないということも教えてくれています。その悪い友達によって習慣が悪くなる場合があります。でも良い友を得るときに私たちの生活も習慣も変えられていきます。人生は出会いによって変わっていくんです。いい人と出会ったらいい方向へと導かれることがあるんですね。悪い人たちを妬んだり悪い人たちと一緒にいると私たちもその妬むものへと変えられてしまう。
妬みは兄弟を裏切ることになります。使徒の7章9節、族長たちはヨセフを妬んで彼はエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられた。ヨセフのお兄さんたちはヨセフを妬んだんです。それが故にあのような悲惨な事件があったんです。弟を裏切って、弟を父をも欺いて、お兄さんたちはヨセフをエジプトの奴隷として売り飛ばしたんですね。ほら穴に落として、穴に落として。妬みは兄弟を裏切ることになります。ヨセフの人生は全て益とされましたけれども、妬みそのものはそれは本当に神のものではなくて、それは悪霊のものです。自分をもその人も縛られ奴隷とされてしまいます。私たちは悪魔の奴隷ではなくて、イエス・キリストの十字架の贖い、その血潮によって罪の奴隷、妬みの奴隷ではなくて義の奴隷であることを感謝します。そのように変えられた人々であることを祝福します。最後です。主は特別扱いをしてくださっているんです。皆さん、誰かが特別扱いをされるときに、誰かにスポットライトが当てられるときに、あ、なんで自分にはライトが当たってないんだろう、なんであの人はこのように祝福されているんだろうと思うかもしれませんけども、イエス・キリストはあなたのことを特別扱いしてくださっているんです。どれだけその人がチヤホヤされて、どれだけその人が高く上げられているように見えてもわからないですよ。人が高ぶれば一気に下っていきます。高ぶる者を死は退けられると聖書は書いてあります。でもへりくだる者を死は高く上げてくださるんです。イエス様の十字架は誰のためですか？イエス・キリストの十字架は誰のためですか？あなたのためなんですよね。あなたのことを高価で尊い存在としてもうすでに特別扱いしてくださってるんです。自分は特別扱いされていない。神様からも人からも教会でも職場でも、なぜ私はあのような親のもとに生まれたんだろう、なぜ私はこのような兄弟の中で生まれたんだろう、育ったんだろう。皆さん、そのような時にいろんな怒りや妬みやその意味がやってきます。でも私たちは主に愛されていて、高い代価を持って買い取られた、特別扱いを受けた、そのようなものであることを私たちは信じたいと思います。あなたのために一人を神様は、天のお父さんは捨てられたんです。あなたのために愛する一人を送られたんです。あなたのために愛する一人子が犠牲になったんです。これはとんでもない特別扱いです。そのことを私たちが忘れるときに妬みを愛してしまう。違うんです。皆さん一人一人は愛されている人々であることを祝福します。実感しなくてもいいです。最初は信じてください。実感が大切ではなくて信じることです。詩編の4編の3節、一緒に読んでいきましょう。はい。知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださる。アメン。私が神様から特別扱いされていないと思うならば、私たちはそれは死を恐れていないことでもあるんですけども、十字架そのものを過小評価していることになります。十字架を信じていない。私たちは妬み、傲慢の罪を悔い改めて、私のために命を捨ててくださったイエス様の愛を無駄にしない、イエス様の愛を存分に受け取って歩んでいきたいと思います。アメン。
でしか、あなたでしか計画していない神様の計画があるんですよ。良い計画があるんですよ。でも私たちが神様を見上げないで人を見るときに神様の計画が分からなくなってしまうんです。神様の愛の計画、神様の愛が理解できなくなってしまう。人は愛する存在であって比べる存在ではありません。人は祝福するべきであって呪ってはいけません。人の不幸を喜ぶのではなくてその人が祝福されることを願っていきましょう。主が御顔を向けとあるじゃないですか。私たちはこの日本がどれだけ汚れていたとしても、不貧困があったとしても、偶像崇拝があったとしても、皆さん、あの何でもないというか、バカをやバカってすみません、何かをやっている、大したことをやってない YouTuber の人が月200万のマンションに暮らしてるじゃないですか。そういうの見たらうわいいなと思いますか？その人も祝福してあげてください。そういう人も真理を知ることができるように祈ってあげてください。それは主の御心です。私たちがいい食事があれば感謝じゃないですか。でも今日ある方がニュースで言ってましたけども、本当に息をすることが難しかった、息をすることがこんなに感謝だと思わなかったと、ある、ニュースで病気になった人が回復したことの感想を言ってたんですね。皆さんにとっては特別じゃないかもしれませんけども、私にとったら息ができることが特別です。私たちは今日本当にこの命が与えられ、息をすることができて、そしてもし食べるものがあれば、住むところがあれば、愛する人がいれば、神様に与えられているその恵みを私たちは感謝したいと思うんですが、あの人のようにもっとアレックスよりもっと素晴らしい筋肉が欲しいとか比べなくてもいいんです。あなたのペースで筋トレをしたらいいんです。全然すみません、今低レベルになりましたけども、隣の奥さん、隣のお家、比べなくていいです。妬まなくてもいいです。あの人の方が先に行ってる、あの人の方が霊的かもしれない、あの人の方が精力でバタンと倒れている、私は倒れない、比べなくてもいいです。神様はあなたを特別扱いしておられます。妬みっていうのは皆さん、肉の行いは明白であってとガラテヤ書5章に書いてあります。その中に妬みは含まれています。皆さん、妬みは神の国を相続することができないと書いてあります。ですから妬むことを私たちは悔い改めなければならないんです。主よ、あなたが特別扱いしてくださってる、主よ、こんな私のために一人を与えてくださったのに、あなたの愛を受け入れている、信じられている私を許してください。感じることは今できないかもしれないけども、感じることができるためにも主を信じます。あなたが私を愛してくださっていることを信じます。これからもう人を妬みません。愛を受け取るっていうことは悔い改めとセットです。悔い改めるときに私たちの上に、人生に神の愛が豊かに流れていきます。ヘブル書13章5節には、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。私たちが嫉妬心を抱くときに、神様がくださったものに満足していないことが示されるんです。もう一度言います。私たちが嫉妬心を抱くときに、神がくださった恵みに満足していないことが示されます。聖書が約束してくださってる。聖書があなたに約束してくださってる。全ての恵み、私たちは感謝したいと思います。そしてもうすでに与えられている恵みがあるんです。神様は決してあなたを見捨てない、見放さない、決して一人ではないと約束してくださっています。そのことを私たちは否定してはいけません。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っていることで満足しなさい。主ご自身がこう言われるんです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。
今持っているもので満足しなさい。ちょっと勇気がいるかもしれません。勇気はいらないかもしれません。一回ちょっと言ってみましょうか。今持っているもので満足します。はい、今持っているもので満足します。アーメン。主が私と共におられます。はい、主が私と共におられます。アーメン。第1ペテロ2章には、ですからあなた方は全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪行を捨てて、まるだばかりの血の御子のように純粋な御言葉の知識を主体に求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。アメン。皆さん、聖書は妬みを、また悪口を捨てなさいと。仏教の先生の話を聞いてちょっとびっくりしました。妬みや悪口もつきものであると。皆さん違います。それを捨てなさいと聖書は教えてくれています。そして今赤ちゃんがいます。コウちゃんもそこにいますけども、そのコウちゃんがミルクを飲むその純粋な心、私たちは幼子からも学ぶことができるんです。小さな子供たちが何も疑わずに父を慕い求めるように、私たちも神様のお言葉を慕い求めていきたい。イエス様ご自身を慕い求めていきたいと思います。最後に第2コリントの12章9節、ピアノお願いします。 G コードでお願いします。この御言葉を読んでお祈りして終わりたいと思います。第2コリント12章の9節、一緒に読んでいきましょう。はい、しかし主は私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。アーメン。私の恵みはあなたに十分である。共にもう一度宣言しましょう。私の恵みは、はい、私の恵みは、あ、これ違うか、じゃあ、主 の, あのちょっと言い換えます。神の恵みは、神の恵みは私に十分注がれています。私に十分注がれています。アメン。今与えられている恵みがあります。私たちはそのことを感謝したいと思います。今自分に与えられている恵みに感謝しましょう。主はあなたのことを特別扱いしてくださっています。妬みの解消法は愛です。私たちは今日神様の愛でもう一度満たされていきたいと思います。もう4回目です。で、愛について、第1コリント13章4節も4回目です。でもこのよく知っている御言葉、とても重要です。でも簡単のようで簡単ではありません。聖霊様の助けが必要です。聖書に行きましょう。主のもとに行きましょう。一言お願いします。神様ありがとうございます。人を妬んだり羨んだりしてしまう、さまざまな競争心や比べてしまう、そういう思いから私たちを今日自由にしてくださいますようにお願いします。私たちの熱心が神に向かえばいいけれども、その熱心が人に向かうときに私たちはすぐに妬み心に満たされ、妬むことを愛してしまいます。でも主よ、私たちの熱心さは人ではなくて神様に向けられるものです。あなたを愛するために、また隣人を愛するために、その熱心さが用いられますように。あなたは心持ちで罪人を妬んではならない、ただ死をいつも恐れていよう。私の恵みはあなたに十分である、今日も語ってくださっていることを感謝します。イエス様の名前でお祈りします。アメン。アメン。